と何ポポポポみなさんこんにちは、ひものです。ちょっと聞いてくださいよ。お部屋の片付けをしていたら大昔に使っていた USB メモリが出てきまして、試しにパソコンに挿してみたら、なんとですね、デジタルイラストを描き始めた当時のフォルダが出てきましてこれね、2012年ってなってるけど、おそらくね、もっと前のイラストをここに貯めて保存しておいたやつなんですよこれ。ちょっとそれで今ね、寝る準備してたのに一人でギャー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 騒いでて、これはちょっと動画を撮って私のリアクションを保存しなければならないと思って慌てて撮影ボタンを押しております。ちょっとやばいでしょこれ。ちょっと見る、みんなこれ怖いんですけど。ちょっと待って、電子レンジとりあえず見てみる。あはははは、ちょっと待ってね、映しちゃいけないやつがねあるかもしれないから、ちょっとね、とりあえず皆様にお見せできそうなやつはちょっとこれとか。うわ、全然書いた覚えないけど、ミクちゃん書いてる、やばい。なんかさ、必ずどうなんだろう、デジを書き始めるとボカロを通ってた気がする。私の年代の女の子たちは違うかな。違うかもしれない。あ、これもミクちゃんだ。ちょっと待って、ミクちゃん以外ないの。あ、モザイクロール、やばいやばい。他は他はちょっと待って、私ホル吹いてたから、ちょっと肩の曲がりがえぐいことになってるけど、この辺のイラストあれだな、割と絵に慣れ始めた後のイラストですねこれは。なんかわかんないけど、金髪の女の子。わかんないわかんないわかんない。これね、あのね、知ってる人いるかな、これね、カキカキ掲示板だったからとかいう、え、今もあるのかな。やばい、まだある。これ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 よ、カキカキ掲示板。やばい、これね、すごいでしょ。こんな感じでね、イラストをね描いて、え、かわいい、うわ、こんな感じで描いてくるね過程を見れるんですよこの掲示板。え、待って、なんか描こうかな、着物描いちゃろうかな、それかおいちゃん描く。あ、ちょっと待って、描けない、これ待って、うちのペンタブじゃ描けないってやつこれ。オーマイガー、なんか私のペンタブじゃ描けないみたい。あー、ダメだ。こちらに戻りますけど、このね掲示板ねずっとね絵を描いてたの。こんなのとか、こんなのとか、やば、超懐かしいんですけど。あとね、大野くんの絵ばっかりなんですよね。大野くんの絵ばっかりだ、やばい。昔ね、私大野くんがね大好きで、あこれ絶対わかる人にしかわからない OBISK。 うわ、今藤葵ちゃんに注いでる情熱のすべてをね、大野さとしに注いでいた時期がありまして、あー、鍵のかかった部屋とかいろいろある。これ楽しいの多分私だけだろうけど、あとね、ちょうど今ヤフーブログが今度サービス終了するみたいなねニュースが載ってたんですけど、インアンダウトってどういう意味やね、載ってたんですけど、私ね、その当時ね、ヤフーブログやってたの。ヤフーブログになんか、創作の小説書いたりとか、創作のイラスト載せたりとかしてたの。なんかその当時の思い出が、なんか編集最後になって蘇るっていう。でね、これ、このね、デジエっていう、この、ここに入ってるのは割とこう、書き書き掲示板で書いてたやつだから、割と絵がそこそこ書けるようになってきた時期のやつで、もっとやばいのが、このレイヤーっていうやつ。これね、あー、ちょっとあるある、お、お、お、ちょっと待って、カフェいらないって。これなんだっけな、アズペイント、これアズペインター2っていうね、お絵かきソフトがあるんですけど、これで描いてたこのねイラスト、これが多分一番描き始めた当時のやつなんですよ。レイヤーっていうやつのこれをね、更新日時を2000、2010年これこれこれよこれ2010年、ちょっとこれ開いてみましょう。やばーやばやば、ほんとこれ確かね、1枚目の絵です。じゃない、2枚目、デジタル、覚えてる、これデジタルで描いた2枚目のイラストです、これ。これね、マウスで描いたの。やばい！これ下さ、ちょっと見せらんないんだけど、
思いっきり自分のハンドルネーム超クソデカ文字で書いてあるっていう、何なんですかね、この書き始めの頃に文字を入れたがるの何なんですかね。やばい、これ全部ねスプライン曲線っていうので書いてマウスで色塗ったの。うわー、ちょっと待って他にもあるかな。メリークリスマスって書いてある。これは、あー懐かしい、これブログに載せたやつだ。なんか頑張って、背景頑張ったやつ。これこの絵からねペンタブをね買って描き始めたの。なんかすっげえジャゲ入ってるけど、確かこれはアナログで線画を描いて絵を描いたんですよ。これは2011年だから8年前。8年前のイラスト。待って、ちょっともうちょっと後になると2012年とかだとなんか割とそれっぽい感じに描けるようになってますね。割とそれっぽい感じで描けるようになってますね。順に見てこう、ウェルカムとか書いてある、これ。あ、ちょっと待って、ウェルカムとか書いてある、これあれじゃない、ブログのトップ絵に使ってたやつだね。だってトップ絵って書いてあるもん。トップ絵って書いてある、トップ絵、トップ絵だって。ウェルカム、やばい、ヤフーブログのねトップ絵に使ってたやつ。これはポポポポーンって何、ポポポポーン。ポポポポーや、こんにちは、こんばんは、さよならってあれでしょ。魔法の言葉で楽しい仲間が、ポポポポーの女の子だよこれ。なんでこんな美化して書いてあるの。2011年一番流行ってた時じゃん。かぐらちゃん、そう、銀魂も流行ってた、流行ってたって、私の中で流行ってたの。はあ、疲れてきた。2000ヒット、皆さん本当にありがとうございます。変わってないね、本当昔からこの髪型だったんだね。マビノギ、マビノギ、マビノギ知ってるやつおる。マビノギめっちゃ昔ハマってたの、懐かしい。あとね、アイコンとかあるよ。昔やらなかった、なんかアイコン作りますみたいな、なんかそういうのやってたなぁ。いやぁ、なんか私の全てがこれ詰まってんじゃないですか、これ。あはは、懐かしい。アナログ、やべぇ、こんな教科書の落書きとかまで全部取っといてあるな私。なんか昔ね、着物が好きで着物ばっかり描いてた気がする。ほら、なんかほら見て、なんかこれなんだろうね、これ何、これ何、誰かここでちょっと教えて。竹の中だから竹取物語かな。なんかこんな十二人絵とか描いちゃってさ、描いちゃってさ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、何、なんかディズニーにいそうな女の子。はぁ、あ、分子結晶かっこ氷だって。こういうさ、テストでさ、テストじゃないや、ノートにさ、落書きしまくってて、ちっちゃい頃。そしたらなんか先生が、じゃあちょっとノートを集めるんで皆さん出してくださいって言われて、必死に消してたよね。必死に消してたよね。なんか後ろから集めますんでって言われて、後ろの人が、なんか、川口さん、ちょっとまだですかとか言われて、ちょっと待って、今消してるから、ちょっと待って、ちょっと待って、みたいな感じで、一生懸命消しゴムでゴシゴシして、でもなんか消えなくて、先生になんかもう落書きはしないでくださいって書いてあったりとか、でもなんかいい先生は上手だね、みたいな感じで書いてあったりとか、ノートにね、書いてあったりとかして、これ何？暮らしの水を変えたろう、優しい水に変えたろう。これ分かる人もなんか世代一緒でしょ。これもう今は引退してしまった、これしんすけさんのお水の CM。 あた狂ってる、これもう。あと何これ、あー、なんかこんな、そう、ひまわりのイラスト、なんかね、色鉛筆画にハマってて、ひまわりのイラストとか描いてたなぁ、懐かしいなぁ。いやー、そんなこんなでね、今の絵と見比べられそうなのないかな、ちょっと探そう。これだな、これだな、やっぱ描き始めた頃の絵ということで、こういうね絵を描いてた2010年の私ですけれども、9年経って今はちゃんとねイラストでお金をいただけるようになりました。ちょっとこれとね、今一番のね自信作だと言えるこの葵ちゃんのイラストを比べてみましょうか。よいしょ、こんな感じですよ。9年で一
人はここまで変われますということで、どうでしょうか。本当になんかこの頃はね、全然そんなイラストで仕事をしたいとかはそんな本格的に考えてなくて、ただパソコンでイラストを描いてみたいっていう軽い気持ちでね、きっと始めたんでしょうけど、なんかこうやって見ると、今までずっとがむしゃらに走り続けてきたけど、こうやって見るとちょっとは上手くなったのかなって、なんか自分自身の自信に なったかもしれません。いやー、なんか寝る前にすごい興奮してしまいました。すごく楽しかったです。皆さんどうだったでしょうか。これどうやって編集しようかちょっと考えあぐれてるんですけれども、ぜひ皆さんもデジタルイラストぜひぜひ頑張ってください。人は成長します。どうぞこれからも頑張ってひものよろしくお願いします。それではよくわからなくなってしまいましたが、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。